んは。日曜日のプロ野球ニュースです。さあということで今日はトマシノさんと一緒にお届けしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそして月末の日曜日は恒例のこの方にもお越しいただいていますとご紹介したいところなんですが、うん、まだいらっしゃっていません。関根純三さん、まもなくスタジオに到着すると思います、はい、お待ちしましょう、はい、さあということで解説者の方ご紹介しましょう。江本武則さんと高木豊さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで中日が連敗を4で止めました、はい、さあそして関根純三さんスタジオに到着されました。よろしくお願いします。お待ちしておりました。お待ちしております。いいよろしくお願いします。関根さんにもお話伺っていきたいと思います、はい、ということで今日の試合やはり堂上選手のホームラン大きかったですね。6回の満塁ホームラン、プロ入り初の満塁ホームラン、はい、湯川さん、はい、今年はやっぱり堂上が初めてこう規定打席も、ね、うん、乗り、ね、この満塁ホームランは見事でしたね、はい、そうです ね、まあ、甘い球とはいえね、うん、まあ、ここのところ急成長してますし、なんといってもこう守備が安定してますよね、はい、もう取ったら絶対っていう選手ですから、はい、だからそういう意味ではいい選手が育ってきたなというふうに思いますね。レギュラーが取れそうでなんかこう取れない外国人に奪われる、そういった中で今年はちょっとこう堂上という存在を首脳陣にアピールこれできてるんじゃないでしょうか。もちろんそうでしょうね、まあ、規定打席も達するぐらいのその期待感も ね、あるんでしょうから、はい、まあ、これからも頑張ってほしいと思いますね。さあそして一方の広島なんですが、自力でマジックを減らすことはできませんでしたね。そうですね、今日はもう、うん、負けてしまいましたけど、はい、やっぱり終盤の追い上げというのはね、まあ、今年はもうそれこそ逆転勝ちの多いカープですから、はい、そういう勢いという部分はね、負けゲームの中にも、うん、まあ、感じたわけですけれども、はい、今日のゲームを見てね、うん、カープの中ではね、ちょっと忘れられてる存在になっちゃったのかなと思われたそよぎが、はい、今日昇格して上がってきて、うん、はい、その元気なところをね、このカープファンにこう見せてくれたわけですけれども、はい、エモスさん、はい、このベテランのそよぎがようやくようやくまだいたのみたいなこの前俺間違って東でどこにいるんだって言ったらトスバッティング上げてたよ、ね、トス上げてたけど、ね、もうコーチなられてますからね、うん、いやそれはだから層が厚いですよね。この例を見ても分かるように、そよぎがいたのかと思った。この時期にそのそよぎを上げてきた意味っていう部分、うん、いやいや、まあやっぱりみんなでやろうっていう意識でしょうね、チームの全体で今まで頑張ってやってきたわけだからね、このそよぎも含めてね。はい、関根さんね、このカープが非常に若返りになって、そして若い選手が非常にそのポジションをもうこう奪い取ってるような今形になってるんですよね、そこで今までこうベテランとして頑張ってきたこのそよぎ選手の少しこう居場所だとか立ち位置だとかいう部分が非常に厳しい状況の中で今プレーしてるわけですけれども、このあたりはベテランと若手という部分でベテランのこの今の立ち位置だけど苦しいですけどね、はい、例えばある面においては球団がチームがそれでぐっと上がっていくんですよ。あ、みんな苦労しますからね、それを期待してる人もいっぱいいると思います、うん、チームは今首位の中にいますけれども、さらにそのこういったベテランを入れて活気をつけるという、うん、それではもう分からないけどベテランが張り切ってるね。あ、もう二度とないチャンスだから、ね、高校の野球人生もやっぱりこれ35歳ですからね、これね僕人頑張りベテランに会いたい。あ、ちょっとそよぎ選手にはまた頑張ってもらって ね、これ関根さんからまた熱い激励を、ね、いただきたいですね。そうですね、はいはい、さあそれでは次の試合に参りましょう。ズームアップゲームは3位 DeNA 対2位巨人です。はい、ということでDeNA がこれで3連勝です、うん、途中1時間15分ほどの中断も挟みましたが、かなり長かったですよね、だいたい30分から40分中断で、はい、あ、それ以上雨降ってるとノーゲームになる可能性もあったんですけれどもね、うん、はい、試合が行われたということですけれども、関根さん、はい、今日雨の中のゲームの中で1時間15分も雨でこう中断があったわけですよね。その時にその両チームのこのベンチのこれ見てください、もう試合がもう試合前ではなくてもう試合が始まった途中にこういう中断のこのベンチの様子いかがですか。中には無理してるよ、どうしてもね黙っちゃうでしょ、ゲームがないから、はい、みんなでやろうって言ってわってやる時だから、ベイスターズは勝ってまだ勝ってる時点だったんでよかったんですけど、負けてる巨人が今のような
あのふざけてるのっていうのはよろしいんでしょうか。だけどそのくらいの気持ちがあっていいと思う。やっぱりそのオンとオフをちょっとこう、うん、それでこう盛り上げようとするのね。あ、なかなか盛り上がんないんだよ。だそれを盛り上がろうとしてこうやるのにも苦労が。そのためにあのベンチの中でちょっとこう明るくみんな両チームとも振る舞ってるような感じですか。そこまでは分からん。はい、ということでこれで DeNA と2位巨人とのゲーム差 4.5 になりました、うん、ね、4.5 ということは、はい、これ2位も見えてくる、ね、ゲーム差にこれ DeNA になってきたわけですけれども、はい、エモさんこの2位争いという、はい、まあ、うん、2位巨人安泰かなっていう風な感じにこうちょっとねこのところ見られたんですけど、うん、このこのところね2位でもう俺ら間違いないだろうみたいなね、はい、こう妙にちょっと落ち着いたね、まあ、落ち着いたというかその弱さが出てますよね。カップにあのやっぱり連敗したところでも、うん、あの辺りからもうちょっとね、まあ、2位狙いでいいじゃないかと、うん、だからその辺をやっぱりもうちょっと気合い入れ直さないとね、うん、あの危ないとこまでいかないでしょうけど、まあ、何があるか起きるか分かりませんからね。井戸川さんはこの2位争いいかがですか。はい、いや僕 DeNA はまだそのクライマックスシリーズまだ1回も出てたことないじゃないですか、はい、またこれからプレッシャーがかかってくると思うんですよね、うん、だからもうまず上を見るよりも3位を死守しないと権利を得れないわけですから、うん、だからそこにやっぱこうあの集中しておいた方がいいっていうふうに思いますね。そろそろエンジン DeNA かかってきた感じですか。いやこれからやっぱりプレッシャーとの戦いが待ってると思いますよ。プレッシャーと戦いながら、はい、やっぱ阪神もねやっぱ不気味ですし、まあ、ヤクルトも調子上げてきてますし、はい、じゃあその両チームの戦い見てみましょうか。そうです ね, ねということで、こちらも注目の5位阪神対4位ヤクルトです、はい、ということでヤクルトは4連敗の後の5連勝となりました。あの140キロ出ない山中投手がですね、ね、このタイガース戦を4戦3勝ですよ、はい、タイガースキラーぶりを発揮してるんですけども、ね、豊さん、はい、まあバッティングコーチに聞くとですね、阪神の、はい、こう足を一旦下げた時に間があるって言うんですよね。そこでこう打者のタイミングの取り方がこう狂うって言うんですよ、はい、だからランナーをしっかり出さなきゃいけないなっていうようなことをこう言ってましたけども、やっぱこう若手が多いだけにあのタイミングの取り方がちょっと下手かも分かりません、あの下手なのかも分かりませんね。まあ本当3位争いという部分が白熱してきてるわけですけども、山本さんあの昨日まで甲子園に行かれたりするんですけど、雰囲気いかがでしたか。雰囲気ね、はい、雰囲気そんなに言うほど盛り上がってないというか、はい、昨日だって阪神がチャンスだったわけでしょ、ベイスターズに3連勝して、はい、で帰ってきたら横浜に3連敗っていうのはね、横であのヤクルトにね、これどういうことみたいな、うん、だからいや、まあ、やる気はないわけじゃないですよ、うん、もちろん一生懸命やってるのは分かるけど、やっぱり超満員の客相手にね、やっぱり一つぐらい勝たないと、うん、そうですね、うん、じゃあ順位表を見てね、改めてまた振り返ってみましょうよ。そうですね、はい、セリーグ順位表です。首位広島の優勝マジックは1つ減って13、2位の巨人は5連敗で3位 DeNA とのゲーム差が 4.5 に縮まりました。 DeNA から5位阪神までのゲーム差は 3.5、 A クラス争いの行方にも注目です。さあそしてですね、先ほど DeNA 対巨人の試合結果に誤りがありました。マイクラス投手ではなくマシソン投手、こちらが正しい結果になります。失礼いたしました。はい、もう一度ちょっとこう順位表を見ながらね、はい、確認していきたいんですけれども、大丈夫かな関根さんね、はい、今年カープがですね、うん、マジック13が点灯して、うん、25年ぶりの優勝がこう見えてきたわけです、うん、12球団で一番優勝から遠ざかってるのが広島なんですよね。チャンスだね、いよいよマジック13となってきても、やっぱりいよいよ、ね、うんうん、だから面白いよ、だけど、はい、あと終わりになってきて優勝、うん、目の前に来てもうちょっとっていうとか一番難しいから、はい、これから難しいところだと思う、プレッシャーだとかいろいろだから、はい、不安の方は応援してやってもらいたいですね、うん、そうですね、そして先ほど2位争いということが、ね、ありましたけど、はい、3位争いの方もね、はい、江本さん3位争いという部分では、うん、本命どこになってくるでしょうかね。いや、まあ今のところ DeNA はまあいいでしょうけど、はい、まあとにかくCS でねまだチャンスがあるわけですから、もうなんとかやっぱり3位に食い込むっていうんでね、
これひょっとしたら、まあ、中日はちょっとしんどいかもわからないけど、やっぱりこの三つどもえなんでしょうね。井高さんはいかがですか。いや、このやっぱり三つどもえだと思いますよ。だから上を見るよりもやっぱこう DeNA は3位を死守するというね、まあ、そういうふうな形にいかないと、まあ、高望みはあまりしない方がいいと思いますよ。本当に地固めした方がいいと思いますよ。まあ、とにかく3位争い白熱しますから目が離せないですよ、これ。そうですね。さあ、では続いてパ・リーグ見ていきましょう。最初のゲームは首位ソフトバンク対ロッテです。はい、残りわずかですよ。夏休みも子供たち、ね、たくさん今日もね見に来ていただきましたけれども、はい、関根さん、残りわずか子供たち夏休み楽しんでいっぱいになってくれてます、球場に。そうですね、はい、それでこう見るでしょ、はい、バッティングはね、プロのね、はい、やっぱりいい打ち方するね。そういうところを子供たちに。で、子供さんね、喜ぶともいい打ち方してる。ぜひぜひね、楽しんでもらう。思い切りがいいやな、ね、うん、プロ野球のバッティングを参考に夏休みの思い出にしてもらえたらいいですよね。プロ野球ってね、だから今だから、今の季節だから思いっきりね、打たなくてもいいって思いっきり言ってんの、はい、これみんなに見せてもらいましょう、子供たちに ね、 ね、残りますかね、はいはい、ということで、明日は試合がないのでプロ野球ニュース次回は火曜日にお会いしましょう。それではまた火曜日に。